どうも吉本プラモデル部 YouTube チャンネルご覧の皆さん、佐藤ピリオドです。よろしくお願いします。本日はですね、先日、救済ロフト9、チャリティーイベントをやらせていただきまして、オークションの方で皆さん買っていただいたんですけども、その時の商品紹介でありました、こちらゾイドのバズートル、こちらを作っていきたいんですけども、まあね、バズートルってすごい硬い、多分ねこれステゴサウルス的な存在なのかなね、なんだと思うんですけども、ちょっとね、装甲がね厚い割に武器少ないじゃないですか。でね、まあ一応ここにとんでもないでかい、ロケットバズーカを搭載してるんですけども、それだけじゃちょっと忍びないと思いまして、まあ、まだまだちょっとつけれる場所ありそうなんで、ミキシングで、もうより完全武装にしていきたいと思います。それをこれから作っていきたいと思います。さあ、ゾイドはですね、発掘という設定みたいなんですよ。こうね、発掘をしまして、その化石を掘り出して復元し、ゾイドとして蘇らせ戦わせるということですね。僕ゾイドめちゃくちゃ好きだったんですけどもね、あの蘇らせてもう一回戦わせるって結構酷ですよね。ただゾイドはかっこいいので、作っていきたいと思います。対象年齢が6歳ということなんで、まあ、ニッパーとかデザインナイフは必要なさそうですね。そして接着も必要ないです。そしてこれが説明書ですね。ここに復元のよみがえる、こうね、あ、いいですね。説明書がとても見やすい。開くってこうね、開くって2回書いてありますね。とても見やすい感じになってます。まず土下座ではありませんね。これコックピットはそういう感じなんでしょう。まあこれを、これから作っていきたいと思います。パーツはこちらです。それでは作っていきます。はい、ということで骨格形態復元完成です。で、今電池入れてないんでちょっと動かないんですけども、完成いたしました。いかがですか。いいですね。さあ、ここからですね、外殻をつけていくとともにミキシングしていくという形になっていきます。あと1個訂正があります。私こちらをバズートルのことをですね、ステゴザウルスか何かと言ってましたが、ワニガメ種でした。よろしくお願いいたします。引き続き作業していきます。はい、ということで、まあ、仮組ですけども、まだねパーツを、塗り分けしたりとかですね、ミキシングの予定場所も変わったりするかもしれないので、まだ 軽くつけてある感じです。もう意外に武器は多いんですけども、まあ、さらに、ちょっと武器とかをつけて、完全武装にしていきたいと思います。それではミキシングパーツ探しに行ってきます。今からですね、ここからミキシングパーツを探していきたいと思います。秋葉原工作室さんはですね、ミキシングパーツ大量に、こちら使っていいということなんで、ここから探していきたいと思います。はい、ミキシングパーツも、私の方で発掘してまいりました。さまざまなね、こちらパーツがございますね。そしてギャンシールドがね2つあったんですよ。よっぽどなんかいらなかったのかな、もったいない。まあね、その他にもこれ多分トールギスかな、トールギスね。でこのなんかチェーンソーっぽい感じのもねあったんで、ちょっとねこの辺も、あとボディーパーツもね、なんかちゃんとしたのがあったんで、この辺ちょっと組み立ててちょっとなんかできたらなと、ザクバズーカとかね組み立ててなんか仕上げていきたいと思います。さあ、ということで、ミキシングの方が終了いたしました。それではご覧ください、どうぞ。こちらでございます。どうですか。さあね、これあちょっと砲台が1個ないので砲台を取り付けます、ね、はい、砲台取り付けました。これいかがですかね、なかなかいいんじゃないでしょうか。さらにこれだけじゃございません。これ、完全武装モードにしますね。いきますよ。まず、まあ、砲台はねこのように伸びますよね。でこちらのパーツも、
こちらミサイル、はい、こちらがミサイルね、これ出ます。これは普通です。こっからです。ちょっとね、近距離弱いと思ったんで、これ取れちゃった、可変型にしました。超ロングレンジの強度が出るようにいたしました。シールドでもちゃんと守ってます。はい、見えますかね、これ。しかもここも可変して2枚刃でございます。見えますか、ここ2枚刃で。そしてこの後ろのこいつら、ね、ギャンシールドちゃんと使いました。2個使いまして、これここでワイヤーで止めてます。なぜかと申しますと、まあ偵察したい時とか、まああと敵がちょっと数が多くて一人だと抱えきれないって時に、まあ普段はここからシールドキャノンでね、シールドのこのミサイルポートバンバンバンと撃つんでしょうけど、それがこう離れるようになってドローンとして戦ってくれるようにしました。いかがでしょう。ちゃんとねバーに上がって空も飛ぶ感じです。これで、近くのねちっちゃいやつらを倒してくれるのがこいつの役割となっております。ちゃんと尻尾にもね、この引っかかるようにフックかけて作って、こうやって考えて一応ね作りましたよ。楽しいですよこれ、非常に楽しいです。あ、こうやってね考えながら作るっていいですね、やっぱね。さらにね奥深さが出るので、これが私の完全武装バズートルです。なのでね、一応また写あの塗装が終わったら写真の方を撮って、お見せしたいと思いますが、今回のこの動画としてはとりあえずこのミキシングが終わったんで、こちらで一旦終了させていただきます。でこれをまた次回、来月ぐらいですかね、塗装したい完全塗装のバージョンをぜひ見ていただきたいと思っております。そして最後に写真の方をご覧ください。どうぞ。ということで以上、終了いたします。ご視聴ありがとうございました。